こんにちは、ゴルフプロの三谷です。今日は少し距離のあるパットについて解説していこうと思います。なかなかロングパットが寄っていかないと、次のセカンドパットがなかなか入らない、まあこういうことが起きますので、ぜひ皆さんにはこのロングパットを寄せられる、まあこういう方法を覚えていただきたいので、今日はそれを解説していこうと思います。まあこのようにこのチャンネルでは皆さんのためになる動画をどんどん配信してますので、ぜひ高評価、さらにはチャンネル登録もポチッとよろしくお願いします。では、早速行きましょう。長いパットは、結局どれぐらい寄せられるかということなんですけど、長いパットはほとんどの場合はショートします。短いんですね。20メートルとか30メートルとか、さらには2段グリーンとかそういうところもありますので、そこでしっかり上に登っていけるかどうかというところがポイントになってきます。で、ほとんどの場合がショートしてしまうのは、なんとなくボールをここで打っていくっていうのは、意外とこう強く打たずに、パターって短い距離を小さく打っていくような、まあ、そういう道具でもありますし、無理やりもうバチンと打つようなことっていうのはあまりしないと思うんですね、普段から。最終的には弱く打つようなこともありますので、意外と強く打てない方が多いです。ですから、このパットをするそばから結構強いなと思うぐらい打っていただくと、結構ボールはスーッと転がっていくような感じになります。ですから、しっかり寄せよう、うまく打とうと思わずに、ある程度ターゲットを打つピンもしっかり見て、でそこにちょっと強いかなと思うぐらいの感じで打っていくと、スーッと転がっていくような感じでいけます。で、距離感ってどうやったら合いますかっていう、まあそういう質問も結構出るんですけど、距離感はボールの転がりを覚える。さらには長いパットはショートしやすいとか、そういう知識をつけることによって距離感っていうのは合うようになりますので、ぜひこういう知識をつけながら、そしてロングパットはあまり形にこだわりすぎないように、ちょっと強いかなと思うぐらいで打たないと、すぐにこのようにショートしてしまいますので、ここで少し強いだろうな、ちょっと強すぎるかもな、それぐらいの気持ちで打ってあげると、意外とそんなに強すぎずに、程よく転がって、ピタッと寄るようなパットが打てますので、ロングパットはこのように、しっかりと知識を持って、そして、どのような気持ちで打っていくか、それが意外とパットのこの距離感につながっていきますので、そんなことをぜひ思いながらやってみてください。あとは、実際にやるのが大事ですから、特にコースに行ったときは、練習グリーンで、ロングパット、他のいろんなお客さんいますから、邪魔にならないように、お客さんがあまりいなければいいんですが、いる場合は邪魔にならない程度にやっていただくのがいいかなと思いますが、そういうチャンスも無駄にしないようにやっていただくのがいいかと思います。ぜひ皆さんのパット数が減らせられるように、しっかりロングパットを寄せるように頑張ってやってみてください。また、ショートパットなんかも動画で配信してますから、そういったところも見ていただくといいかなと思います。では皆さん、ナイスラウンドを期待してますので、頑張ってやってみてください。では、さようなら。